原子力発電が、はい、をそんなに怖がる必要はないんではないかと。そうですね。で それの、はい、ちょっとした専門的な、誠に申し訳ないんですけど、専門的な計算が次のページで示してあります、はい、こちら、はい、レベル3 PRA、はい、ものすごくですね難しい専門的なページで、このページはご説明するのちょっと非常に躊躇するんですけれども、はい、あの PRA というのはプロバビリスティックリスクアセスメント、確率論的リスク評価という言葉で、はい、でそれのやり方にレベル1レベル2レベル3っていうのがありましてね、はい、でそれのまた細かいこともちょっと今日は省きたいと思うんですが、レベル 3PRA というのは人の死亡確率が原子力発電所の立地によってどれだけ周辺住民の方のですね死亡確率が上がるかということを計算する手法なんです。でそれをちょっとあの私があのいろいろな仮定に基づいてですね、簡単な粗い推算をしてみせたと。一つ目はですね、原子力発電所が事故を起こしたとしても、はい、その出てくる放射能の量がですね、そんなに大きくないと、はい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 、制御できる抑え込むことのできた放出だったという場合にどうかと、はいはい、こちらの方がですね確率が高いわけです、発生確率。でその場合にどうかという、その頻度とですね、はい、それによる被曝、放射線の被曝量、はい、それもですねうんと高めに仮定して、はい、その結果として死亡確率がどのぐらいになるかというのを最終的に計算すると、はい、10のマイナス6乗よりもはるかに低いという答えが出てくる。10のマイナス7乗ってことは7乗ってマイナス6乗よりも一桁低いわけですね、うん、ということは1000万年に 5回って言いますね。1000万年に5回、はい、1000あるいはあの1000万人に5人ということになって、原子力発電所の周辺にそんなにたくさん人お住まいではないですから、はい、ものすごく低いということになるわけです。しかもこれは、はい、この計算の過程はですね、はい、すごくあの厳しく仮定してますので、これよりはるかに低いはずなんです、はい、で2つ目の放出の仕方としてですね、はい、福島第一みたいに、はい、そのもう抑え込むことができないようなことになってしまって、はい、放射能を出しちゃったと、はい、いう福島第一原発の事故と同じだけの量を出しちゃったと、はい、いう過程でですね、その場合にどうかと、はい、しかもその場合はその発生確率がうんと低くなるように作ってありますんで、はい、頻度は低いんですけど、はい、それに今度は条件付きの、まあ、ちょっと話が難しいですね、あのそれだけの放射能が出ちゃった時に、はい、あのどれだけの人が亡くなることになるかという過程はですね、いろいろあると、はい、福島第一原発周辺の関連死からすると 1% の人、はい、あるいは前国が考えたのは 0.1、うん、あるいはもう1だと、その放射能を受けたらもう全員死んじゃうということを、そしたらもう原発の中にいた人、運転員たちは全然ダメなわけですけど、はい、これはもうむちゃくちゃな過程ですけどね、それでもこんな低くなっちゃうと、10のマイナス6が低いと。つまりですね、ここまでの計算というのは避難をしない、まあ、第4層までの計算というんですが、それも話が難しいですから省きますけれども、うんうん、はい、とにかくその避難計画がなくてすらですね、はい、避難して両方とも避難しないという仮定なんです、はい、それでも十分他の社会リスクと比べて低いという答えが出てくるということを示してまして、これはちょっとあまりにも専門的な計算なので、はい、あの一般の方にご説明するにはちょっと不適切であると思いますけど、向かないと思いますけれども、まあ裁判所なんかは考えてほしいなと裁判官は思うわけです。そういうふうに発電所を今回あの作り直しているということで、したがって再稼働をして、はい、これからも長い間エネルギー資源のない日本が原子力を使っていくということのリスクは他のリスクと比べて十分に低いと、交通事故とかですね、はい、そういう不慮の事故死とか、あるいはあの病気で亡くなるというようなことよりもはるかに低いと、その原子力発電所を使うことによる増分のリスクがですね、そういうことをちょっとご説明したかったと。ちょっと専門的について申し訳ありません。ここまで計算して社会的リスクを減らそうと、
いうことで、はい、実際に原子力発電というものが運営されていってる、はい、なぜそこまでして原子力にこだわるかといえば、石油にしても石炭にしても天然ガスにしても、はい、ものすごく不安定な、はい、あの供給状況にある、はい、でしかもそれがなくなってしまうというリスクもある、はい、で我々すでにこう電力のある暮らしっていうものに慣れてしまった日本人にとって、今さら電気のない電気の使えない暮らしって考えられないぜと、はい、もうそうなってくると何らかの形で電気っていうものを得なければならない。でも石油も石炭も天然ガスも非常にこう不安定なものであって、しかも全部輸入に頼ってるんだということからしてみれば、石油によってるリスク、石炭によるリスク、天然ガスによるリスクってどのぐらいあるんだといったら、まあ、ガス爆発があったりとか、あるいは交通事故があったりとか、さまざまな現実に今リスクってあるわけで、年間に毎年何らかの形で死亡される方っておいでになるわけで、はい、そういうことを考えてみると、本当に原発っていうのはまさに 今我々人類ができる限界にある意味挑戦してる、限界レベルまでリスクがないように努力が図られてるんだということを、そういう理解でよろしいですよね、はい、事故の影響の大きさ、原発は事故を起こすと影響が大きいので、その代わりその発生確率をうんと下げるということで、その発生確率と事故の影響との積ですね、掛け算、はいはいはい、それがまあリスク期待値ということになるんですけど、死亡する、はい、期待値っていうことはあのいい言葉のようですけど、その発生確率と影響をかけたものですね、まあ、数学的には期待値って言葉使いますからね、ですね、はい、その数学的な意味での期待値、はい、それがあの十分に低いということを理解していただきたいなと。それはまあ難しいかもしれませんけど、少なくとも専門家はそういうふうにちゃんと真摯に取り組んでリスクを小さくするようにしていると。てか本当に日本人らしい、もう真面目に一生懸命になって取り組んでる姿っていうのは、こういうところからも見えてきますよね、はいはい、で、こちらですね、はい、核不拡散と核物質防護ということで、はい、あのこれあのやっぱりリスクの中にある核兵器にされるんじゃないか、はい、原子力発電が、はい、というそのお話ですよ、ね、おっしゃる通りです、はい、安全性についてのご説明しましたので、次はあの国民の皆さんがあの心配されるのは、はい、原子力をやることが核武装に、核兵器武装につながるんではないかというご心配だと思うんですね、はい、でそれについてあの2つの仕組みをご説明します、はい、1つは核兵器不拡散条約という、はい、ものなんですけれども、はい、これはですね、原子力を平和利用してもいいけれども核武装はダメよと、いうことをどうやってその国際的に担保するかという条約なんです、はいはい、で2つにグループを分けましてね、はい、今核兵器を持っていない非核兵器国は、はい、国際原子力機関 IAEA による保障措置というものを受け入れる代わりに、はい、大いに平和利用していいですと。平和利用、平和目的の利用だったらしていいですと。核武装はしてない、しちゃいけない、うん、それをあの監視を受けるよと、はい、で一方初めからもう核兵器持っちゃってる国が、あの5つあるんですけどね、はい、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国という、この国はですね、あの核軍縮の義務を負うということ、こういうことを書いた条約にもうほとんどの国が調印したわけです、あ守ると、はい、でここで言ってる保障措置というのは何かと言いますと、はい、核兵器 転用可能な核物質、つまりウランとかプルトニウム、そういうものは封じ込めて、はい、それを監視し、はい、適切にそれがどこか行っちゃってないなというのをちゃんと計量管理して、はい、その状況について IAEA の査察を受ける、抜き打ち査察も含めてですね、はい、で IAEA はあの国際組織ですから、うん、いろんな国のメンバーから立ってるんですけど、日本を査察するのに日本人を使っちゃ意味がなくて日本に査察に来るのは日本人以外の査察官が来ると、あるいは日本人は他の国の査察に行くと、はい、日本人の IAEA 職員はですね、まあ、そこはそうですよね、はい、あの日本の査察に外国人が来るだったら、日本人もまた外国の視察に行かなかったら、それでやっぱりツーペイですからね、
まあそういうのもありますし、その国の人が来ちゃったんじゃ、なんか査察の目をですね、緩めるんじゃないかとか、そういうことがありますから、必ず外国人に査察させると。まあね、お代官様これでなんとかっていうそういうことは聞かないように聞かないようにってことですね、はい、で非核兵器国はこの IAEA による査察保障処置を受け入れなさいと。核を持ってる国は核軍縮の義務を負って言うんですけども、例えばまあどこの国とは言いませんけども、日本のちょっと北の方にある国とかっていうのは、ここら辺はもう全然足にはかかりの猫ってっていう、そうですね、世界でやってるわけですよね、はい、そういう国が日本のすぐ近くにあって、で果たして日本の安全は保たれるのかっていう不安ってやっぱりありますわね。ありますね、はい、その意味ではちゃんとやっぱりこういう国際機関みたいなものが正常に機能してくれるような世界っていうものを求めていきたいなというのは思いますよね、はいはい、原子力を平和利用はそれが人類にとって役立つから大いにしていいけれども、その核武装はしてないということをちゃんと証明してよねということで、その義務に日本は従っているということなわけです。少なくとも日本はしっかりと従っているということですね、はい、査察官を受け入れていると、抜き打ち検査なんかも受けてるんです。なるほどですね。原子力発電所や日本の原子力施設の中には、はい、IAEA がカメラを置いてるんですね。はあ、だから自分の家の中に他人のカメラが自分を映しているという状況にあるわけです。そんな盗撮じゃないですかそういうことを受け入れていると。それによって悪賢いことをしてないと、いうことを IAEA に示す代わりに、示せる代わりに、原子力発電を発電目的であれば大いにやることを認めてくださいという。日本の核施設では不倫はできない、はいはい、まあそんな感じですねで、実際2004年、平成16年に、はい、日本という国は大変真面目な国で、はい、持っているウランやプルトニウムを原爆に転用しちゃうとか、はい、あるいは秘密にしている活動、はい、そういうものがないと、はい、いうことで、はい、大規模な原子力利用を行う国では初めて統合保障措置を適用するっていうことが宣言されたというか、IAEA はそうしたわけです。で、この統合保障措置というのはどういうものかというと、日本は真面目にやってるから、はい、日本に対する査察の数は減らすと。査察に来るのは減らすよ、はい、その代わりですね、はい、ランダムに査察するといつ来るかわからんぞと悪いことはできないと。で、そういうことで日本は平和利用しかしてないということをちゃんとIAEA から監視されてるということで安心していただきたいというのが一つ、はい、大きな二つ目はですね、はい、日本の政府や電力会社が、はい、その平和利用に限っていても、はい、誰かその悪意を持つ人にウランやプルトニウムを盗まれちゃったらしょうがないじゃないかと、はい、ちゃんとそれは守ってなさいと、はいはい、取らないようにしてなさいよというのが、はい、核物質防護条約の考え方でありまして、核物質とか放射性物質がテロリストなどにわたって悪用されないように してないといけないと、はい、自分がしないというだけじゃダメだと、取られないよと、悪意を持っている人が世の中にいるだろうというわけなんですね。しっかりと適切に計量管理していても、うん、計量が終わったところで吸なんていうことがあっちゃ具合悪いよということですよね、自分はこれだけ持ってますと言ってもそれを盗まれちゃったんじゃしょうがない、意味ないですもんね、はい、はい、で核物質を盗まれること、はい、あるいは不法に移転されちゃうこと、はい、そしてそれによって核物質を用いて核爆原爆をですね、作っちゃうというようなことになられないようにしなさいと、あるいはその悪意を持っている人は放射性物質、核物質ウランとかプルトニウムじゃなくても、はい、放射性物質を盗んでそれを世の中に発散するとか、そんな装置を作るというようなことにならないようにちゃんと、はい、守ってなさいということなんですね。それだけでなくてですね、はい、その原子力発電所に来て何か核物質を盗むということでなくても、はい、そもそもそれを壊しちゃうと、妨害破壊行為によって一般公衆へ危険に陥れる、はい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 、それも防がないといけないと。つまり運転をしている電力会社が安全に運転してても、はい、そこをわざと壊すようなことをする人がアクセスしてこないようにしておきなさいと、はい、
特に施設やあるいは輸送中にそういうことが起こり、はい、盗まれやすい攻撃されやすいわけですね、はいはいはい、そういうことに対する妨害破壊行為を防ぐようにきちんとしなさいと。それも核物質防護条約の中でこうしろああしろというのが決まっててですね、それをきちんと守ってるということで自分は平和利用に徹する、はい、それから盗まれないようにすると攻撃されないようにするということをきちんと守ってますということがまず2番目ですので、この点についてもご安心いただきたいというふうに考えるわけです。しかもこのあたりについて日本はまさに世界の優等生だと、しっかりやってるんだと、はい、ほとんどの国民は危険だ危険だ危ねえんだ大変だ危ないんだ危ないんだってそんな報道ばかり聞いていて、これだけの努力がきちんと払われてるってことについてほとんど報道されてないし、新聞一生懸命熱心に読んでいても、この IAEA がね、この日本には転用や未申告の活動はないと結論して、統合保障処置っていうものを、認めてくれた。もう日本はもう本当に世界に向けて誇らしいと言えるぐらいしっかりとした運営がなされてるんだ。全然何の報道もされない。これまた変な話ですよね。やっぱりそのちゃんと国を挙げて努力をしていることについてはやっぱりそれは日本人にとってある意味非常に名誉なことでもあるわけじゃないですか。で、日本は本当にちゃんとやってるんだ。だから例えば企業の担当者が外国人とこう商談するときにね、何言ってんだと、お前の国は福島の原発がドーンと言っても放射能世界中にばらまいてんじゃねえか、でその後もまた原発作ろうとしてるなんてとんでもない国だみたいなことをやっぱりビジネスの交渉の場でも言われたりするわけですよね。でその時にいや何言ってるんだと、お前 IAEA って知ってっかと、もうそこの査察を受け入れて世界で一番きちんとやってるって証明されてるんだと、文句があるんだったら IAEA で見て文句言ってこい みたいなことをパッと言い返せるぐらい一般の日本人が知識を持ってるかといったら本当に今悲しい状態になるのかなって思うんですよね。だからもう本当にもうこういうことがね、ちゃんとメッセージとして国民に伝わるようにっていう、これはこの希望の日本再生チャンネルでもいろいろ形を変えながら発信していきたいと思ってますので、先生これからも引き続きよろしくお願いします、はい。で次回もこの原子力の利用ということで、さらに突っ込んだお話を伺っていこうと思います。今回も先生本当に素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございました。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。